やったこともあるかなと思いますが、ホーススレッドのスライス切断を、はい、通常のこれ新品つけてますけどバイメタルのやつで切ってもらえるので、ギリギリ1個切れる切れないかだと思いますけど、長方で何個も切ってもらえるという形で、今回まあ多分説明あったと思いますけど、今までももちろん長方のフレードありましたけど、はい、さらにコーティングしてるタイプになりますので、はい、使ってみてください。はい、じゃあこれももうおっしゃ、はい、お願いします。はい、じゃあどうぞ。これが一般的なそうハイメタルのグレードです。これでまず一本切って、おそらく切れないだろうと思うんですね。ギリギリ切れると思います。いきます。じゃあこれ切っちゃいますよ。はい。これで。歯がなくなっちゃった。これ見えるかな？歯が。この方がいいかな？どうですか？もう全然ダメですよね。はい。オッケー。こんなもんなんですね。これ金属はですもんね。通常のバイメタルの金属用の針なんですね。釘だとこれだったらボンカンが切れます。これコーススレッドで焼き入ってるから。これで一回。で、同じもの。はい。はい。いきます。こんな違うんですか？はい。これで歯なんか全然大丈夫。全然まだまだいけます。ああすごいわ。はい、あ、これでようやくボッシュさんの歯を変えというわけですね。はい。そういうことですね。はい。になりました。ということになります。で、まあもちろんこれ今新しくコーティングして、はい、さらに耐久性がアップした歯なんですけど、もともと超高の金属用ってあったんです、はい、でお客さんに言われたのがやっぱ木材金属やるときに、それでも超高が欲しいと。いや木材金属僕個人的にあんま好きじゃなくて、あ、そうなんです。木は木買ってよ、はい、金属は金属だからこれ切るとやってる時は、うん、もう金属は買った方がいいよって言ってたんですけど、じゃあ例えばこれ金属刃でやるとどうなるかっていうところと、はい、この木材金属をやるっていうところでも比べてもいいかもしれないですね。え、はい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 。違いが出てきます。あ、これがマルチ、これが金属刃。これ金属刃。はいはいはい。これが普通のバイメタル。お、わかりました。やってみましょうか。はい。これ今と同じこともう一回やるってことですか？あ、でこれね、一応ここの線沿いだと、はい、これ必ず当たりますので。はい。ここ目が開けて切ってもらう。ここ目が開けて切ってもらう。ごめんなさいね。この刃とこの刃って何が違うんですか？どの刃？これ。これ？これ。あ、これこれ。あ、バイメタルね。これもう本当の金属用になってるんで、もうよく見てもらうと。これバイメタル？バイメタル。これとも。じゃあこれ。あ、でこれがウッドメタルか。そうウッドメタルだからここ見てもらうとちょっとね、ここ丸くなってますよね。なってる。はいはいはい。切り込みが出やすくなってるんですよ。なのでもうこう切るときに実はこう。入った時にこうお尻をこう揺らすようにすると切り込みが出て結構切りやすいっていうか早く知りませんでした。はい。でもしねこれ結構煙ぶわって出るんで、その場合はもう止めます。オッケー。わかりました。じゃあウッドメタルの刃でここを切ると。はい。はい。いきます。おやさん。失礼しました。はい。よっしゃ。そうだからウッドメタルの刃は僕あんまり好きじゃないっていう、はい、メタルいってみましょう。でメタルで超高、さっきこれ切れたやつ、そうこれ使ったらどうなるか、はい、ちょっと切り子の出がもう悪いんですよ。これでいっちゃった。あ、そういうことだ。そう、ああ分かりました分かりました。でこれでいくと、これはこれがもう本当に金属用の、さっきこれ簡単に切れたやつ、同じことするんですね。じゃあこっちですよね。じゃあ切り子の出が悪いんじゃない？切り子の出が悪いです。そういうことですね。そうです。ああ、オッケーオッケー。それもちょっと体感していただきたい。いきます。はい。最後まで出ました。はい。もう本当のギリここまできましたんで。もう2倍のやつ。じゃこれは OK。確かに木材進んでいかない。であと少し匂いが。そうですね。焦げ臭いです。あ、これ面白いですねこの検証。はい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 。そうなんです。で。実際これよく見るとちょっとシーテックって言ってまたこの形状が R になってるんだ。そうなってるんですよ。で切れが出やすくなってる。知らなかった。あとちょっと長いんですよね。さっきギリギリだったんですけどしっかり貫通します。 OK です。はい、はい、じゃあいきまーす。はい、OK です。いいですね。こういっちゃいますね。はい、違うんですね。こんな違うんです。すごい。木の進みがオンで抜くんだ。あ、なるほどですね。で、ちゃんと傷んでないですよと。しかも焦げ臭い匂いもほぼないと思います。早かったし。はい。おお、面白い。だからやっぱりもう木材金属屋だったら木材金属用っていうことなんですよね。確かにそうですね。あ、これはいいですわ。この刃はだいたい何倍ぐらいの価格帯になってるんですか。価格の低下？通常のコーティングがない場合の超硬刃に比べて全てコーティング付きは定価が 10%。 え 10%？ え、1割のせいです。ただあれバイメタルと比べてバイメタルと比べると倍はいかないですね。コーティング付きのバイメタルの木材金属用の刃が定価 4,000 円で、これ今来ていただいたやつが定価 5,600円。おー、すごいわ。でやっぱりね、前々からやったこのコーティングなしの方では超硬ブレードとあったんで、はい、それを PR してる中でやはり木材も金属も一緒に切れる刃をっていう要望が大きくて新しく出た商品なので、多少の刃は売れなくなりますね。特にね、秀吉さんのこれはそうですね。金属に当たったら通常ね、今までのこのバイメタルのやつだったら、まあ釘だったらなんとかいけるんですけど、はい、金物系とかこういうコーススレッドに当たったらもう今みたいにもう焼けちゃうんで、それがない。確かにスーパー言いづらいと思うんですけど、よそのメーカーで絶対出てこなくなるんじゃないですかね。え、よそのメーカーでこれ出ないですもんね、しばらく。はい、しばらくだからそうですよね、ほぼ独占でこれを売り続けることができるわけだ。はい、ということで、はい、お取り組みをよろしくお願いします。そうですね、販売店の皆様、はい、これいいと思います。進めてみてください。あ、なるほど。あ、はい、分かりやすかったです。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、皆さんどうもありがとうございました。今日一日ありがとうございました。すみませんでした。またよろしくお願いします。お願いします。どうもありがとうございました。皆様ありがとうございました。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 